こんにちは、シードポットの小島です。今日は、前回、コチョウランの寄せ植えを、鉢から抜いて、3株それぞれを植え付けましたけれども、今日はもう少し詳しく、その植え付けのタイミングとか、植え付けの管理です、後の管理ですね、それを、ちょっとお話ししたいと思います。まずコチョウランというのは洋ランの中でも、とても、寒さに弱い、高温を好む、洋ランです。ですから、あまり寒いところに置くのも良くないですし、また寒い時期に、植え替えという根をいじってしまう作業というのは、向いておりません。ですからまず、温度が、十分にある、まあ、明け方の最低温度置いてある場所はですね、15度以上は、確保できるという場所、またはそういう、季節になってからの、植え替えになります。やはり植え替えというのは、先ほどの、見ていただいたように、とても根をいじって傷めてしまいます。その傷めた状況で植え付けた後ですね、温度が低すぎたりしますと、どうしても根の回復が悪いです。まあ、下手をすると、根の活着せず、調子を崩してしまうこともありますので、コチョウランの場合にはとにかく温度というのがとても大事になります。あとは花が終わりかけた頃、茎を切って植え替えの作業に入ります。でもし、寒い場合はですね、暖かくなるまで待っていただければいいかなと思います。でもう一つ、コチョウランで気をつけなきゃいけないのは、水やりなんですが、やはり先ほどから申し上げているように寒さに弱い、ヨーランです。ですから、寒い状況で根が濡れすぎると、根が傷んできます。ですから、考え方としては最低温度が低い場合、例えば10度ぐらいまで下がってしまう、またはそれ以下になるという場合には、根が乾いている状態を、続けた方が根は傷みにくいです。ところが、最低温度は20度とかですね、温度が高いときは実は、根はある程度濡れてないと、調子が悪くなります。ですから温度、置き場所の、温度によって水やりも変わってきます。そこが少し気をつけていただかなきゃいけない点だと思います。さて今度は植え替えた後の、コチョウランの管理です。カトレなんかの場合には、だいたい植え替えた後2週間水をやらないんですが、コチョウランはカトレアと比べますと、水はカトレアよりも好きです。あまり乾かしすぎると、株がへたってしまいます。かといって、植えた後ザブザブ水をあげても、先ほど根を切りましたので、その切り口が常に濡れてるとやはり、根が腐りやすくなりますので、一度植えた後水桶がまあ濡れてますので、一度鉢の中を乾かします。それのためには、植えた後ですね、まあ、1週間ぐらいは、水を与えないでください。で乾かして、それから触って水桶の表面が乾いたら水をあげるという管理に入っていただければいいと思います。ただ最低温度が15度ぐらいですとまだそう暖かいとは言えませんので、あまり暖かくない時でしたら水桶の表面を触って乾いてから2、3日してからあげると、要するに少し水のあげる間隔をですね、開けていただくというのが大事になります。あくまでも、根っこをまず大事にするということが大事になります。で、コチョウランの場合、元気だとこうピーンと張ってますけれども、根の調子が悪かったり、十分張ってない場合にはもうこのようにいくらでも、葉っぱは回ります。まあ、元気なものを同じようにするとパカーンとね、折れてしまいますけれども、こういう、葉っぱが張りがあって元気な状態を、維持するためにはまず根を張らすことが大事ですので、最初植え替えた後は、
1週間ほど水を切って、それから水桶の表面が乾いたら水をあげるという感じにしていただきます。まあ、あとは、置き場所の温度ですね、それによってあったかいか、まあ、15度または10度、温度が低いかによって、低い場合には水を少なめにする、あったかい場合には水を多くするという、少し考えるとややこしいかもしれませんけれども、チェックとしては時々葉っぱを触って、このようにピンとしているかどうかというのをよく確認をして、こういうふうにへたっている場合には、あまり根が良くないということですので、その場合には少し水を控えていただくということが大事かなと思います。まあ、もしこのようにですね、根っこが十分根が張っていて、このように葉っぱが柔らかい場合には、普通に水不足ということになりますので、根が十分張ってるか張ってないかということも、加味しながら、水やりを判断していただくというのも大事になります。まあ、めんどくさいようですけれども、植物の状態をよく、観察してですね、把握して、水やりをやった反応を見つつ、判断して、その辺を楽しんでいただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしければよろしくお願いいたします。